マノッチです。ペナント中日編括弧2024、やっていきましょう。今日日ハム戦です。日ハム3連戦の真ん中、はい、取っていきます。1戦目は8対1で勝ってくれましたね、はい、2戦目取っていきましょう。まあ、特に2戦目にした理由はさほどない、はい、コメント読んでいきます。新人の能力判明するのって傾向として早くて6月後半遅くても7月、そこまで待つのか。多分これ助っ人外国人も似たようなもんなんでしょう。あれだな、もうボディ行っちゃった方がいい気がするな。なんかそこまで待ちたくない。もう早めにできれば手打ちたいから。ドームなのに肌身ライトは草、それ全然気にしなかったけど、ドーム肌身になるのかな今日ちょっと札幌ドームだからねあれだけど、ちょっとホーム帰った時試合で見てみようよ。いつか4番投手ネオ君みたいな。4番投手に行くかわからんけど、ネオ君はちょっと使いたいね。野手で使いたいね。ずっとあと1本が出ない感じだな。日ハムに行ったマルティネスいたら面白そうだったな。そう、あのね、やっぱ攻撃もうちょいどうにかしたいのよ。まあそのあと1本ってところかな。やっぱりエスコバー選手は約5ヶ月いた後、黒羽選手とトレードで移籍してます。黒羽選手とトレードか、そこが全然覚えてないわ。テリー・ボガードは KOF のキャラでもありますが、元はガロー伝説の主人公です。ガロー伝説懐かしいな、懐かしいな。ジョー東と何だっけ、ダイモンだっけ名前忘れただよね。マノッチが複数年やらない理由ってテリーの呼び捨て見てたら思うけど、架空選手のみになったらとんでもなく口悪い実況になりそうだからってのも関係してそう。本当はめんどくさいが理由だろうけど、なんだろうね。まあ、こういう風に架空選手取り入れてやるぜってなれば全然いいんだけど、基本ならないんだよ今は楽しくやれてるけど、その企画を考える段階で架空選手入れてどうのってやったら楽しそうだなっていう考えがまずあんまりない。西武弱すぎるんですが、他チームから見てなんでこんなに弱いんだと思います。やっぱり山川くん。アトキンソン覚えてますか。いやいやから入っちゃったけどさ、返事がさ、そんなに覚えてないんだけど、結構ちょこちょこコメントくんだけどさ、そんななんか俺押してたのかな、アトキンソンって。で、あのツイッターで、あのアトキンソン覚えてますかってコメントあったから、その昔もらったアトキンソンのサインボールの写真送ります言ってツイッターで送ってくれた方がいて、これ多分俺作ってんだよな全然知らない、マジで記憶にない。これはよし行くか、頑張るか。あ、ごめん、トレード行こう、トレード行こう。ボディね、ボディ行くよ、確定。はい、で、選手トレードでビシエド君無理かななんか俺ながらすげえいける気満々出るけど無理そうだな。とりあえず行ってみようか。これでトレードって 1対1しかできない。なんか選手プラス金銭とか、なんかそういうのいけないのか。今日大野選手いきます。で今日ね、大島選手お休みかな。宮くん、名前がねどうにも覚えられん。どんな読み方だったかなってなっちゃうんだよ。日向3番いくか。
こんな感じかな。あ、ここだな。ここなんかあれだな。ひなた2番。はい、こんな感じで。ユニフォームが似てるのよ。似てるな、もうしょうがないな。はい、頑張りましょう。あ、ちなみに応援曲は手打ちで入れてないから全然入れてないから。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対よし左の上原、マウンドに上がりました。さあ注目の立ち上がり、バッターミスター村岡林、ブレイブ。上原くんあれですな、顔似てますな。期待の大砲ひな、まあパワープロによくある目を使ってんだけど、これでツーアウト、ランナーありません。上原くんの顔って感じがすごい。夜の助っ人テリー、第6球を投げました、打ちました、どんまい。ライト落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。上原、マウンド上ピッチャーは切れ味抜群の変化球投手大野。なかなか勝ち恵まれてませんね。これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは石井、投げたストレート、空振り三振。バッターは DH の今川。そういえばさ、今ふと思ったんだけどさ、もう日ハムは札幌ドームで試合することってもうこの先ないのかな。しばらくないとは思うんだ。まあ事情が事情だし、だこの先ずっとないのかなって考えたら、なんかそれも それはないんじゃないかなって思うんだよね。なんかどっかでやってなんか盛り上がるみたいな、すごいある気がすんのよね。打ちました。もうゼロなのかな。ボールを掴んだ。アウト。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスはブライト。頑張れ。さあ5球目。打ちました。サード左へのゴロ。一塁へ送る。アウト。3アウトチェンジ。ドラゴンズ2回の裏。これもう珍しく俺次の企画決まってる。この回の先頭バッターは野村。早いでしょ。投げた。インコース。シャープ4ぐらいでも決まった。あ、これだ、これやりてえと思って。投げた、打ちました。まあ全然準備も何もしないから。取りました。これで2アウト。多分次回予告の動画アップするんじゃないかな。投げた。初球を。まあまあまだちょっと先の話だけど。取りました。これで3アウト。先の話って言ってるけど、俺これ CS 行かなかったら。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッター。もう後半戦入った時点で終わり見えてんだよね。第3球なんとか CS 生きてよな。外角スライダー、井上三振。ここは3球三振に終わりました。第4球を投げました。会心の当たり、ネバーチ。ミヤ、ナイスバッティングです。プロ初打席で見事ヒットが出ました。いや、このミヤ君、ミヤ君、ちょっとイントネーションわかんないんですけど、空振り三振。打順はトップに返って守備力伸ばそうと思ったけど、投げました。初球打ち、ちょっと失敗だったね。あんまり伸び率が良くなかったですな。バッチ。岡林、ツーベースヒットを放ちました。ドラゴンズ先制のチャンスを迎えます。さあここで監督は勝負に出ました。いいでまい。第3球インコース引っ張った。よっしゃね、バッチ。岡林一気にホームへ。ドラゴンズいいね。入りました。2対0。日向タイムリーツーベースヒット。いや、日向の能力楽しみだよね、本当にね。ツーアウトランナー二塁となりまして、テリー第一打席はライトフライに倒れて打った。サード左への打球、一塁送球、あーっと送球それた、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは江越、投げました。見逃し三振。大野ナイスピッチング。バッターは8番上川畑。あれ、ちょっと待って、ミート力上がってるミート F って見えて、おっと思ったもんな。けどあれだよね、なんか能力のアップデで G は卒業するんじゃないかなと思うんだよな、エゴシ君。2者連続三振。バッターは9番清水、第9 F には乗っかるでしょう。打った、初球打ち、ワンバウンドヒット。清水、いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って石井、第4球を投げた、変化球、空振り三振。
序盤終了しました。いや大野選手がね、まあ能力落ちてきてるとはいえ、スタミナはすげえあるからさ、ちょリリーフピッチャーを出すタイミングだよな。西川選手が出してきたんだよね。石川ナイスバッティングです。バッターは5番アキーノ。最初のバッターボックスはショートゴロ、アウトコース高め、空振り三振。右バッターボックスは6番ブライト。さあここで勝負に出ました。投げたストライク、空振り三振。最後は148キロストレート、投げた三振。しょうがない。さあ4回ファイターズ、この回は2番からの大打順。先頭バッターは DH の今川。最初のバッターボックス、あのトレードの結果この試合の後にもう分かるのかな。これが2度目のバッターボックス、投げました、見逃し。いや取れればいいけど、普通に断られそうな気がするな。あれ断られたら断られたって来るのかな。ここまできっちり1番のピッチングが5回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。打席もいい感じだったよ、粘っちゃったよ。投げました、高めボール球、いいね打つね。ミヤいいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。第4球を投げました、打ちました。野村取った、サードから一塁送球、アウト。ワンアウトランナー2塁に変わります。先ほどツーベースを放っている岡林、空振り三振、はい、アウト。先ほどタイムリーを放っている日向、投球はこれから3球目、サークル選手、空振り三振。日向全くタイミングが合いません。5回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲、万波、打った。そういえばこの前ストーブ片付けたわ。これでワンアウト、ランナーだね。一回片付けてあまりにも寒くてまた出してさ、でそのまた出したストーブをまた片付けた。146キロ直球で今扇風機だ。ボール球で仕留めました。一気に熱くなったな。投げた、146キロ直球、全く点取られる気がしない。全くタイミングがやられたぜ。上原降板、ゲームは後半に入ります。バッターは夜の助っ人テリー。初球形だけどホームランが見たい。テリーナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあ5球目、空振り三振、うまい。右のバッターボックスは5番アキーノ。今日はショートゴロ三振。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、いいね。中継、アキーノいいバッティングを見せました。初安打、なんとかなんとか打ってほしいな。ここな第2球投げた、打ったい当たりだ、二塁ランナー三塁へ向かう、まあ、二塁フォースアウト、飛んだとこが悪かったな。スリーアウトチェンジ。ドラゴンズ6回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッター、いやーあれだな、もう大野選手で押したいんだけどな。キナボールを取る、一塁送球、これはしょうがない。記録はヒット、記録はヒットです。さあここで監督は勝負に出ました。第2球投げた、打ちました、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースだ、いいね。セカンドフォースアウト、いいね。ゲッツー、2アウトランナーなくなりました。打順は1番に帰って7回から帰るわ。ここまで2打席連続三フォーク、西田選手出してくよ。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。大野、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは福永、もう1点ぐらい欲しい。連続三振、打ちました、センターへの打球取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番宮、今日3打席目、ちょっといいぞ。第4球を投げた、インハイ、空振り三振。バッターは9番溝脇、今日は三振とサードゴロ。投げました、打ちました、初球いい、ね、抜けた。溝脇ナイスバッティングです。今日打順はトップに帰って岡林、今日はここまで3打数1安打、はい、2三振、150キロ直球、空振り三振。7回の裏、ファイターズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者今川、今日はファーストゴロと三振。西田選手全員左だ。あれなんで防御率のとこあの防戦になってんだ。え、なんで、ごめん、わかんない。え、なんで防戦になるのこれ。
理由が分からんな。出そう。交番左の。え、なんで防戦なんだろう。試合出てないからとかっていう理由で言えば、未出演選手は出てないわけ。低めボール球打った。なんでだろう。理由が分からない。レフトからセカンドへ。今川いいバッティングを見せました。バッターは3番松本。ここまで2打席連続三振。おい、さあここで勝負に出ました。いいじゃない。第9投げました。一発使ったわけ。一発使ったわけ。右バッターボックス4番野村。ここまで2三振といいところがありません。チクシュ上田。結局結果論だけ見せたよな。初球を打ちました。ピッチャーが、まあ、変えた時点でもうこういう可能性はもう頭の中あったから、右のバッターボックス5番万波。もうしょうがないです。レフトフライ打った。ファースト強襲。アウト1個取ろう。しかし、よし、タッチはアウト。これでワンアウト。万波いい当たりでしたが、ファーストゴロ。あー、内角怖いな。ドラゴンズピン。さあ試合の行方を左右する場面、勝負に出ます。投げました。高速スライダー、はい、外れてフォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。第3球を投げました。内角見逃し三振。岡田ミン。バッターは8番上川畑。第4球を投げた。変化球、はい、ね、ピッチ空振り三振。まあまあしょうがないですね。では同点はしょうがない。岡田、さあここは守備を。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。バッター期待の大砲打ちました。アップと引っ掛けた。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター夜の助っ人テリー打った。いや全くホームラン打ってくれる気がないもんな。距離は出ていません。掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。バッターはロマンあふれる長距離砲石川。148の直球、空振り三振。ボール球に手が。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは清水。岡田第5球投げた。高め、空振り三振。バッターはトップに帰って石井。今日はここまで3打数ノーヒット3三振ボール、フォアボール。バッターは指名打者石井ちゃんだね。総力 B もあんの。投げた。146キロ直球、空振り三振。今川全くタイミングが合いません。高めボール球打った。溝脇掴んだ。一塁送球。おっと危ない。よし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 。スリーアウトチェンジ。いよいよ最終回を迎えました。一発ぶちかまそうぜ。150キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。さあここで監督は、いやまあ裏の攻撃で使われるより何倍もいいわ。5球目直球、これは熱い。外れた。フォアボール。バッターは7番福永。今日はここまで3打数ノーヒット2三振、はい、ドラゴンズ第3第9 1塁ランナー走った。盗塁成功、hey. 田中今シーズン。ここは普通に打つぞ。集中使おうか。打てる気すんのよな。うわダメか。じゃあもう次で一発だ。ランナー二塁に戻ります。取りました。これでツーアウト。お疲れ。ランナーは二塁変わりません。今日の成績的には期待全然できるよね。いやこのね、高橋周平選手と大島選手の調子がいまいちっていうのかな。はい、バッターはライダー高橋。取るぞ。ここは何としてもランナー。さあここで勝負に出ました。ええー、とこい。第3球を投げた。外のボール球。あ、間に合うかな。無理かな。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。うまい。単純にキャッチャー変えておって終わりでいいかな。
ちょっと外衛やらせるには怖いな。いいしかないんだね、外野。水脇くんは F か。外野行こうか、レフトで、サードに置いて、でここにキャッチャー出して、で OK かな。ここは守備を変え、9回の裏で、ちょこ大ターズの攻撃に入ります。先頭バッターは野村、はい、橋本降板、はい、第2球投げた、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、よし、は軽快な守備を見せました。これ勝ちてえなありません、ピンチヒット、あー、それ出てなかったな。第4球を投げました、アウトコース高め、空振り三振、最後は161キロストレート、打った、サードの左、高橋ボールを掴んだ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、ロドリゲス、井口降板、試合はこれから延長に入ります。トップバッターは溝脇、ドラゴン149、なんとかなんとか加藤や、バッターミスター、マジ動画の中での勝率が低すぎる、痛烈な当たり、ナイバッチ、センター前ヒット、クリーンヒットです。打球が転がっている、中継、あれセンターやってんの、岡林ツーベース、これで今日は5打数の2安打。ランナー1人を置いて迎えるバッターは日向、ネクストバッターサークルにはテリー、投げました、縦のスライダー、見送ってフォアボール、テリーもうここしかないよ、本当に勝ち越しのチャンス。第9流し打ち、どうだ、ファーストの右、カレーだもん、2塁フォースアウト、カレーだもん、すぐに守りたいもん、守りたいもん、だって DH かお前、今日に左バッターボックスは7番加藤、めちゃ交代、はい、ロドリゲス、第2球投げました、打ちました、抜けた、加藤ナイスバッティングです。左バッターボックスは8番上川端、うわ、バントかな、バントはバントだな、ドラゴンズここはバントシフトを敷きます。いや、バントさせちゃっていいと思うよ、投げました、外れた、理想失敗だね、ちょっと一発があるから。第3球を投げました、ここは送りバント、ピッチャーの右へ転がした、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗、ファイターズ外装を起用します、バッターは9番清水、さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます、怖いね、第4球を投げた、よしよしよし、何気に清水選手のパーがビーマンのが怖いんだよ。石井、今日はここまで3打数ノーヒット3三振、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、石井、いいバッティング、バッターは DH の今川、頑張れ、第2球打ちました、これは内野ゴロ、セカンド、これは守備範囲内、オッケー、スリーアウトチェンジ、さあ一発を絡めて、杉浦降板、延長11回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。なんとかロマンあふれる長距離砲石川、なんとか勝ちたい、ここまで2打席連続、真ん中空振り三振、バッター都会のお調子者アキーノ、投げた、変化球、全くもうチャンス作れる気がしないんだよ、インコース高め、まあ、12回だな、12回にかけよう、先ほどドラゴンファイターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは松本、ドラゴンズ、はい、藤島、降板、次が4球目、投げた、打った、溝は取った、ショートから一塁送球、アウト、松本、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーありません。投げた、150キロ直球、空振り三振、野村、全くタイミングが合いません、今ふと思ったけど、何、清水選手も初じゃない、動画出んの、そんなことないかな。清宮、ナイスバッティングです。あのリリーフピッチャーってなんか俺の中でのあるあるというか、ずっと一軍にいる選手ってなんか出して気分になっちゃうんだよな。宮内降板、マウンドに上がったのはいいね。今日6番手、12回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは福永、
ドラゴンズここは何が何でも出塁したい。出塁さえできればもう一発は使うんだけど、ツーアウトになったらもう使うわ。変化球空振り三振、点を取るために使いたい。最終兵器高橋第3球は打ったんやたりだ。ボールはライナーでセンターへ掴みました。これでツーアウト。なんか誰かいないか。バッターは9番溝脇。一発ありそうなリュック君がいるから翔太大丈夫でしょう。一発ここら辺か。あんま能力変わんねえな。似てる能力してんな。代打は石垣。さあここで勝負に出ました。いいすごい投げました。あ、ダメだ早いな。158も出んのか。さあここはバッターは7番加藤。もうここまで来たらしょうがないね。引き分けで行こう。清水あ投球これから4球目打ちました。抜けた加藤2塁も狙う。おっと悪送球取れない。やめろよマジで、マジマジやめろよ、マジ怖いかな、そんなの巻き込まじやだからな。ランナー一人を置いて迎えるバッターは磯畑。投げました。初球全然考えてなかった。キャッチャーの前一塁送球アウト。ランナー三塁に進みました。ドラゴンなおもピンチが続きます。さあ1球目うわちょっと待って、こんな巻き込みが取りました。タッチアップからホームへ向かう。さよなら痛恨のさよなら負け。ドラゴンズ悔しい敗戦です。負けました。まあもう言ったところでだし、もうたらればではあるけども、無理に出す必要なかったかもしれないですね、西田選手ってところでね。んでフレードはいつ話来るのいつ話来るのこれ。あれオリックスになってる。俺3戦目取ってたの日ハム。ごめん日ハム3戦目取ってたわ、ごめん。ちょっと待って、気になるな、見たいな結果を。ここで何も返事が来なければトレードの返事でいいか。いつ来んの。断るなら断ってほしいんだよね。あ、来ないかな。来ないのかな。あ、てかもう結構の時間経ってんだ。うわ全然来るよっすね。明日オリックス戦取るわ。明日の先発誰もこうニックス。よし、おるか。ゲームさ、だんだん離されてきたな。やばいな、マジでな。はい、終わりましょう。終わり、さよなら。花
しょうか。